本日はニューヨークシティマンハッタンにある酒蔵日本食レストランを紹介したいと思います。こちらには平日のランチをしに行ってきました。ランチは日替わりメニューになっています。チラシ寿司の日もあります。店内にはカウンター席やあとテーブル席もたくさんあります。またカウンター席の目の前で日本酒はこのようにたくさん並んでいます。結構にぎわっています。月曜のランチメニューはサバの味噌焼きとお蕎麦になっています。またこのように、漬物もついています。あっという間に完食。よかったら一度行ってみてください。この動画を見て気に入っていただけたらチャンネル登録、そしていいね評価をお願いします。